送りするプロレス講座。本日のプロレス講座はリストロックを取られた時の返し方やりたいと思います。リストロック自体は前に動画がありますので、そちらを参考にしてください。はい、それではいきましょう。相手に、はい、リストロックを取られました。はい、でこの時に、相手に背中を見せてしまうと、もうこれ決まっちゃいます。決まってしまうので、後ろ向かない、しっかり正面向きましょう。で、絞ってきたら右手が空いてるので右手で防御します。はい、でこのままだと、試合つまらないですよね。はい、じゃあここから返していきます。右手が余ってるので右手で相手の手首、左手の手首取りましょう。取り方はこうです。でこのまま外します。外してください。外したらそのまま湧き上げて中に入ってリストロック返しましょう。はい、もう一度いきますね。リストロック取られたらまず防御します。はい、相手の隙を見つけて、で挟んで下げて取ります。じゃあ上げてその脇の中に入ってリストロック返します。はい、実際やってみましょう。お願いします。リストロックの取り返し方でした。